第12節、炭酸水素ナトリウムの加熱の実験。この説では、炭酸水素ナトリウムに熱を加えたらどうなるのか、また、その時に気をつけることは何かを学びます。まず、2章10節を参照して、問い1をやってください。そして、引き続き問い2をやってください。 図を見たらわかりますが、炭酸水素ナトリウムに熱を加えるときには、炭酸水素ナトリウムの入った試験管の口は、試験管の底より下がっています。なぜ、口の方を下げているのか考えてみます。炭酸水素ナトリウムを加熱すると、二酸化炭素だけではなく、 水滴も出てきます。炭酸水素ナトリウムには、二酸化炭素の元になるものも、水の元になるものも入っているのです。問い算をしてください。試験管の口を上げるとします。水蒸気が発生し、それが水滴になります。 その水滴が試験管の底に流れていきます。そこは加熱されているので熱くなっています。熱くなった部分が急に冷やされるので試験管が割れることがあるのです。それを避けるために試験管の口を下げるのです。トイオンをやってください。 図のように水の中を通して二酸化炭素は集めます。集め終わったらガスバーラーの火を消す前にガラス管を水の中から出します。ガラス管を水の中から出したら火を消します。問い語をやってください。 ガスバーナーの火を消す前に、ガラス管を水の中から出すのですが、もしガラス管を入れたままでガスバーナーの火を消すと、試験管が冷え、水が逆流し、試験管が割れることがあります。問いをやってください。これでこの説の説明を終わります。